はい、どうもひこまんです。スーパー行ったらこんなものがあったので買ってきました。本場ソーキそば。なんとね、だしとね、味付きソーキ肉がついてるんですよ。前ね、肉と麺を別々に買ってね作りましたけど、これはセットになってるので楽です。メーカーは3食品というところです。先月買ったんでね、ちょっと賞味期限がだいぶ過ぎちゃったんですけどね、まあ冷蔵庫に入れていたんでね、多分大丈夫です。こちらは沖縄発です。鹿児島ではなさそうですね。ゆで沖縄そば、要冷蔵、2人前。非常にパッケージが沖縄らしくていいです。沖縄そばをね、食べるとね、あの沖縄旅行を思い出すんですよね。あれはとてもいい思い出だったので、いい思い出が蘇ります。非常に暖かくてね、天国でした。沖縄そばはそばといってもそば粉を使用していない麺で、小麦と乾水で作る沖縄独自の麺。その麺は平打ちで太く、独特の弾力とコシが特徴で、歯ごたえがあるのが魅力です。その通りです。つまりラーメンの麺と同じですね。入ってるものはこんな感じです。味付き豚肉、おそらくこの間買った肉と、ね、同じような感じだと思います。味付き豚肉にね、青森が入ってます。これはいいですね。で、製造者は沖縄県糸満市です。沖縄みたいですよ。で、麺 200g で2食。 200g 2食結構ありますね。いっぺんに食べたいんですけどね、400g 食ったらダメかな。召し上がり方は普通のラーメンと同じですね。茹でるのは10秒ほどでいいんですね。茹で麺だからか。ちょっと開けてみます。こんな感じです。茹で麺ですね。このタイプは初めてです。おお、豚肉です。これがソーキです。うまそうですね。そして沖縄そばの出汁です。あ、液体スープだ。これまたうまそうです。あ、肉は小分けされてないですね。やっぱりこれ2食同時に食べちゃいますか。というわけで茹でに入ります。とりあえず沖縄そばの出汁を入れます。チャララーン。おー、粉より液体の方が美味しそうですよね。麺は10秒だから、先にスープ作っちゃいますか。先にスープを作っちゃいます。あー、結構スープ多いな。で、麺を投入です。よいしょ、チも入れちゃいますね。いや、多いかもしれない。これこの鍋で食べた方がよかったかな。この麺がちょっと油っぽいんですかね。油のようなものが浮いてます。1つなら10秒なんでしょうけど、2個なのでちょっと時間がかかります。こんなもんでいいかな。うーん、器に入れるな、これ無理かな。一回湯を切ります。しまった、肉をねお湯で温めるようです。今のお湯捨てなきゃよかった。うわー、肉はレンジで温めて時短することにします。おいしくなーれ、おいしくなーれ、萌え萌えキュン。なんか入るかな。いや、無理か。いける、いけるぞ。ダメだ。大盛りです。万能ネギを置きました。これがあるのとないとじゃ大違いですね、色合い的に。というわけで出来上がりました。 400g やりすぎましたね。これ 400g を舐めてました。とても美味しそうです。あ、まずスープからいってみます。おお、まろやかでうまい。やっぱ液体スープだな。うん、麺もいけてます。そしてこれですよ。うめ、まあ、この間のソーキとなんか大して変わらないですけど、やっぱうまいっすね。
買えるならばね、ここでいいかもしれない。スーパーに置いてるかが問題ですけど。ほんとこの肉はね、秀逸ですね。ごちそうさまでした。水分もうまいです。飲み干せるんですけどね、健康のために用意しておきます。肉がやっぱりね、必須ですね。こんな美味しい肉はね、真空パックでね、食べれるんですよね。麺も太麺で良かったです。ちなみにお値段は1パックね、800円ぐらいでした。結構お高めですよね。ただ1人前400円なのでね、400円の価値はあると思います。肉もでかいしね。その際は 200g だけ食べた方がいいです。何事もほどほどに。400g はちょっと多すぎましたね。でもサクッと食べれましたからね、美味しかったです。三食品さん、ごちそうさまでした。三食品さんのサイトを見たら、業務用の麺も出してたりするんですね。だから本格的なんですね。スープも違った。スーパーで見かけたらね、ゲットです。